こんにちは、やひろです。今回は構えはこう持ってた方がいいのか、こう持った方がいいのか、どっちなのかみたいな、そんな話をしていこうかなと思います。まあね、今、皆さん両手バックでやってる方ほど左手をグリップ持ってて、そこから打ってるよ、そこからフォア打ってるよっていう方いると思うんですよね。でもプロの選手結構これ多いな、でもこれもやってみたいなって思う方もいると思うんで、ぜひそんな話をしていこうかなと思います。で、今回の動画のテーマっていうのは、過去の動画で、コメントをいただいて、視聴者様からのコメントで、それに、好きな字ではお答えしたんですけども、さらに、深掘りというか、この質問に対して、皆さんに一緒にこう共有していきましょうということで、そんな話をしていこうと思います。2023年11月21日のスキラジのコメントを読んでいきます。ちょっと待って、21日あ、まあいいか。青城さんからコメントをいただきました。質問、両手バックで、両手でグリップを持っていることが多いんですが、フォアのテイクバックこうした方がいいとかありますか、ということでコメントをいただきました。フォアのテイクバック、一応、質問っていうのは両手バックなんで両手で持ってるんだけど、フォアはどうしたいのか、でも実際に、今じゃあ僕が今言ってる感じのフォアハンドしたいなっていう場合は、両手で持ってる場合どうするかっていうと、両手で持っといて実際にフォアに来たら、フォアに来た時に左手をここに上げて、上げてから打てればいいと思います。で、なんでかっていうと、それはですね、このままでも、いいっちゃいいんですけど、いいっちゃいいんだけど、どっちでもいいんだけど、できる限りラケットの重心に近い部分を持ってた方が楽なんですよ。右手が休めるんで、左手が持っていって右手を休ませたいので、ここを持ってた方がいいんじゃないかなと思います。で、ここを持ってて、じゃあバックに来たら、もちろんこの、左手が右手のグリップを変えて打てればいいと思うので、左手が右手のグリップを変えて打つバックと、左の手がスロートに持ち替えて打つフォアっていう感じで、練習できればいいんですけども、今回のテーマっていうのはね、それはもうその質問に対しては、ここで終了なんですけど、そもそもこう構えた方がいいのか、こう構えた方がいいのか、どっちなのって思ってる方もいると思うので、そんな話をしていこうと思うんですけど、どっちがいいと思いますか、実際に。僕はですね、学生の時にレイトン・ヒューイット選手が好きだったので、レイトン・ヒューイット選手ってこういう風に構えてたんですよね。で、こういう風に構えてたので、僕もこうやって構えて今と全然違う打ち方しました。ヒューイット選手好きって言ってるけど全然違うみたいな、そんなんじゃないよねみたいな。できればね、本当はこうヒューイット選手みたいにかっこよく打ちたかったんですけども、それがちょっとできなくて、構え方だけでも真似しようかなと思ってやってたんですけども、今は僕はこうやってます。で、どっちがいいと思いますか？これやり比べるとすぐ分かると思うんですけど、こうやって持ってるのと、こうやって持ってるのでは、腕の楽さが違うと思うんですよ。楽度合いが。じゃあどっちが楽なのって言われたら、こっちの方が楽と思うんですよ。これ今、腕を落として、脇が少し空いてるような、こうすると肩がよく動くんですよね。僕がよく言うのは、肩を使って腕を動かしてほしいので、そうなった時に、こう構えてくれてた方が、よくこの後肩が動いてくれるんですよ。よく肩が動く。じゃあ、よく肩が動くってことはどういうことかというと、よく股関節が動く状態。よく言うんですけども、例えばそのランニングで、腕を大きく振れってよく言いますよね。で、腕を大きく振るとどうなるかというと、股関節が、足の付け根である股関節がよく動いてくれる。で、こうなると少ない歩数で遠くに移動できるよねとか、リーチが長いよねとか、腕が長いから楽にボールを飛ばせるよねっていうのがあると思うんですよね。で、これが、対して両手でグリップを持ってる状態、こういう状態になると肩がちょっと動きにくいんですよね。肩よりも肘から先が動きやすいので、特に女性の方はいますよね。こうやってか、こういうふうに構えて、あ、フォアに来たみたいなっていうわけではなく、こういうふうに構えて、あ、フォアに来たってなった方が、かっこいいと思うので、できれば本当はこっちで練習したい。で、こっちで練習すると、フォアは確かにできるんだけど、バック難しいんだよねっていう方がいると思うんですよね。なので、そこで、バックハンドはどうするかというと、これです。
まず、バックハンドは体の向きを変えないといけないんで、バックに来たと思った瞬間体の向きを変えたい。この時腕は取り残してる、まだ左手はここにいる。でよし、じゃあ今からバックで変えるかってなった時に、今から腕が、1ってなった時に、これこっちに右腕が行ったので、その後帰ってくるようにブランコみたいに1、2って来るはずなんですよ。この来る時に1、2ってラケット上がってくるんで、1、2、左手のところにグリップが上がってきた、上げられた。こうすることができれば、この構えから何がいいかというと、グリップチェンジは簡単ですよね。ここで右手を変えます。体の向きを変えながら右手のグリップを変える。フォアのグリップで持ってたとしたら、バックにいた瞬間ここでコンチネンタルグリップに変えた。でここでコンチネンタルグリップに変えたのであれば、スライスもできるし両手もできるんで、コンチネンタルに変えて上がってきた時、左手のグリップチェンジ、グリップチェンジというか、あのグリップを左手の方に持ってくるんで、右手の握り変えて左手の握りを合わせて、そこから打球できるかなっていうのが、簡単じゃないかなと思います。で実際にじゃあここを持ってる人っていうのはグリップチェンジが1個しかないんで、左手で持ってて、ここで右手変えればいいじゃないかって思う方もいると思うんですけども、さっき言ったように確かにそっちの方がバックを打つことだけ考えると楽なんですけど、肩を動かしやすいのか股関節を動かしやすいのか、そう考えた時にやっぱりここ持っておきたいので、でここ持ってて一気にこうやって右手も左手も一瞬で変えるぜっていうのは難しいので、右手変えて左手変えてっていう感じで練習できれば、そんなに難しくないんじゃないかなと思います。でもこれよく言われるのが、右手変えて左手変えてとかしてる時間はないぞっていう方もいるんですけども、これ時間に関してはそんなに変わらないので、変わらないっていうのは、両手で持ってこうしても、片手で持ってこうしても、そんなに実際時間変わらないのが分かるんです。ここ持っててこう行くのと、ここ持っててこう行くの、握りを変える工程が多くてもボールとの間を合わせるときにはそんなに時間かからない、結局その前にも言ったんですけど、こうブランコ、こういうブランコあります、これで、こうブランコって動いて止まって動いて止まっての繰り返しだと思うんですけども、これ両手バック、分かりますか、動いて止まって打球、両手で持っててもグリップ持ってても止まって打球、この一瞬止まる間が、力を抜いてくれるので楽にボール打てるし、楽に打てるってことはミスをしにくいし怪我しにくいしっていうメリットがあると思うので、どっちにしてもバックはこういう振り子の動作が欲しいので、ここを持ってる方が振り子は大きくなるし、ここを持ってたところでそんなに間は変わんないので、それならメリットが多い方のこっちがいいんじゃないかなと思ってます。はい、そんな感じで、今回は、こうやって構えるのかこう構えるのかどっちがいいのかみたいな、で結論こっちの方がいいのでこっちで練習してみてくださいねっていう、そんな話でした。参考になった方はいいねとコメントと、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そんな感じで、今回の動画終わります。また次の動画で、お会いしましょう。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでいる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せているので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は
これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、分かんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい、そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。